南町大浜海岸、9月27日、1台のバスがやってきました。知事が県民の皆さんと一緒にバスに乗り、県の取り組みや施設を見学してもらう知事と一緒に触れ合いバスです。今年度2回目の触れ合いバス、大いなる空と海に出会い、その恵みを体感しようをテーマに、国定公園に指定され50周年を迎えた室戸阿南海岸国定公園を巡りました。観光ボランティアの皆さんに案内され、一行は大浜海岸近くの日和佐八幡神社を訪ねました。ボランティアの方が掲げるタブレットに映し出されている勇壮な秋祭りの様子に、参加者たちは興味深げに見入っていました。大浜海岸の目の前にあるウミガメ博物館カレッタ。ここではたくさんのウミガメが飼育され、生態を観察することができます。バスは南阿波サンラインの雄大な景観を望みながら宍喰へと向かいます。展望台から見える美しい風景、大いなる空と海との出会いです。宍喰でバスを降り、朝海岸鉄道に乗って海部駅へ。天井には LED の天の川、そして窓の外には美しい海岸線。一行は海陽町のマゼの丘から麦町の貝の資料館、モラスコ麦に向かいます。ここで参加者と知事とが意見交換。体感した県南の美しい自然をもっと活用してほしいという声が相次ぎました。徳島県ってすごく自然に恵まれてて、でもその自然の良さをね、全国的にうまく PR できてない面があると思うんですよね。もっとこんないいところをね、うまく PR していただいたら、県外からもどんどんね、来ていただけるかなと。徳島県にとっての大きな行政の課題、これを直接県民の皆さんに触れていただく、知っていただく、私も一緒にバスに乗せていただきましてね、そして意見交換をすることによってご理解をいただくことはもとよりなんですが、逆に県民の皆さん方のね、直接のご意見をいただける、行政としてもすぐさまそれをね、咀嚼をして行政に反映することができるというね、大きな意味を持つことでありますので。知事と一緒に触れ合いバスでは、県の取り組みをより身近に、より詳しく知ることができます。皆さんもバスの旅で県政を身近に感じてみませんか。